はいどうもこんにちは、もともと TV のもとでいです。ということで今日がですね、もとでいウィーク最終日ということで、一番最初もとでいウィークの1日目に上げた動画覚えてますか？最高の筆箱をみんなで作ろうということで、みんなにね、僕が4月から使う、新学期から使う筆箱の中身の消しゴムとシャーペンをみんなで考えようっていう動画を撮ったんですけども、シャーペンに関してはね、入れてほしいシャーペンの名前をコメントしてくださいって言ったんですけども、すごいね、ありがたいことに500件以上のねコメントが来て、まあ、コメントしてくださった方は本当にありがとうございました。ということで今回は僕がね、新学期から使う最高の筆箱を紹介するという、最高の筆箱紹介をやっていきたいなと思います。まず筆箱はこちら、ノーマディックのカーボニウムペンケースになります。まあ、今回はね、消しゴムとシャーペンをみんなに考えてもらったんですけども、まず消しゴムから発表したいなと思います。消しゴムはこちら、アーチでございます。ということで消しゴムはね、僕が、その消しゴムのコメントをして、そのコメントのグッド数で決めたんですけども、僕が見た時でアーチはまあ、ダントツというか、無印良品のプラスチック消しゴムも結構票が多かったんですけども、まあアーチが、僕が見た時はね、グッド数が250ぐらいあって、まあやっぱみんなアーチ好きなんやなって感じで、結構ねコメントでリサーレはなんでないんですかっていうコメントが多かったんですけども、あえてリサーレを僕は入れなかったんですよね。まあ僕の勝手な思い込みなんですけども、リサーレを入れたら絶対リサーレになるなと思ってたんで、リサーレ以外でやったらどれがみんな一番好きというか、一番入れてほしいのかなっていうのが単純に気になったので、まあ、今回はリサーレなしの投票となりました。ということで新学期から僕はアーチを使って勉強頑張っていきたいなと思います。で続いてシャーペン行く前に、シャーペン以外は僕が決めたんですけども、まあほぼいつもと変わらないんですけども、まあ、シャーペン以外をささっと紹介したいなと思います。こちらまず定規は緑のアルミ&ウッド定規になります。まあずっと使ってるんですけども、まあ、よくねアルミ&ウッド定規しか持ってないんですかって聞かれるんですけども、そんなことないんですよね。意外と定規はあるんですけども、まあなんか一番使い勝手がいいというか、まあ、愛着心もあるし、まあ、手に取ってしまうのがねこれなんで、まあ、ずっと使ってます。続いて今回蛍光ペンを入れています。こちらトンボから出てます蛍光とのオレンジですね。まあ、蛍光ペンって普段そんな使わないんですけども、あ今日なんか蛍光ペンあればなって思う日がたまにあるんでね、まあその日のために入れとくって感じです。続いて多機能ボールペンがこちら、ハイテクシーコレットのルミオになります。多機能ボールペンはね、もうこれからもずっとこれが安定になるかなと思います。一個デメリットを言うと、インクの消費が早いっていうのがあるんですけども、まあそれよりね書き味がダントツにいいので、まあこれはすごい気に入って使ってます。大学生とかなっても多分これは使い続けるかなと思います。続いてこちらパイロットから出てます万年筆角野でございます。いつもですねサラサのボールペンとか入れてて、あの大事な書類とか書くときに使ってるって言ってたんですけども、ちょっとねこの前万年筆デビューをして、すごい書き味が楽しくてね、書いてるときすごく楽しかったので、まあ日記僕書いたりしてるんですけども、日記帳とかあのまあ大事な書類とかの時にこの万年筆ね使っていければなと思って入れています。万年筆初心者の方にはね、本当にこの書くのはおすすめになります。三角グリップでねすごい持ちやすいです。続いて写真がこちら、ペンテルから出てますアインシュタイン HB ハードの 0.5 ですね。まあ写真もねこれが僕は一番好きで書きやすいのでこれにしてます。続いてなんですけども、僕がねみんながしてくれたシャーペンのコメントをスクロールしながらね見ていってる時に、ある不思議なコメントがあったんですよね。まあ、あるペンの名前が書いてあって、そこにはグッド数がなんと60ものグッド数があったんですよね。なんじゃこれはと思ったんですけども、なんとそれがお名前マッキー、お名前マッキー、お名前マッキー。はい、ということで今からがシャーペンになるんですけども、前のね募集の動画では
シャーペン上位3本って言ってたんですけども、今回500件以上ものねあのコメントが来たということで、まあ、3本だけじゃね物足りないということで、今回4本に上位4本にしました。まずはね4位から参りましょう。こちらラミー2000になります。こちらねコメントが43票もあってね、まあ、なかなか人気のラミー2000なんですけども、デザインがねすごいシンプルでかっこいいですよね。この流線型ボディもすごいかっこよくて手にフィットしてねすごい書きやすいので、これは本当にいいかなと思います。まあ、定価がねすごい高いんですけども、まあロマンある一本として使っていければなと思います。続いてコメントが多かった第3位ですね、それがこちらペンテルから出てますオレンズネロになります。こちらはコメント数が58ということで、なかなかね多いんですけども、この前ねオレンズネロの徹底解説も出してたんですけども、これはね本当にストレスなく書けるというか、まあ今回4本ねシャーペン入ってるんですけども、このオレンズネロをね使う機会が増えるんじゃないかなと思ってます。テスト勉強とかにもすごい使いやすいので、まあ学生さんにもおすすめの1本ですね。続いて第2位がこちらカベコペンシルスペシャルになります。コメント数が72ということで、1位と2位がねズバ抜けなんですけども、なんと75円、すごいですね。カベコペンシルスペシャルね僕が結構こう好き好きすごい書き味いいって言ってるんですけども、視聴者はねなんかそんなにこうカベコってあんまりかなとかいうね印象があったんですけども、みんな意外とカベコペンシルスペシャル入れてほしいですっていう声が多くて、僕これ好きなんでね、僕からしたら本当に筆箱にね入れれるっていうのですごい嬉しいんでね、ありがたいです。まあこれもね徹底解説出してるんで、よかったら見てみてください。本当に他にない書き味というか書いてて楽しいのでね、ぜひ試し書きとかしてみてください。さあこのラミー2000オレンズネロカベコペンシルスペシャルをも超えたダントツの第1位がこちらパイロットから出てます S20 になります。こちらはコメント数が78ということで、まあダントツですね。3本ずつとか4本ずつとかあのシャーペンの名前をねコメントしてる人が多かったんですけども、大体S20 は入ってました。やっぱね基軸のねシャーペン1本は欲しいなと思ってたんですけども、見事に S20 が第1位ということで、やっぱね基軸のシャーペンはすごいこんな感じでねツヤが出てきて、自分だけのね愛着のあるオリジナルのね1本を完成させることができるので、そこがすごくいいかなと思います。はい、ということで僕がね4月からの新学期に本当にね使っていく最高の筆箱はこんな感じとなりました。すごいこう実用性のあるいい形のね筆箱が完成したかなと思います。まさかねこのお名前マッキーのコメントにねグッドがね60個ぐらいついてるのを見た時はちょっとびっくりしてね、やっぱみんなお名前マッキー入れてほしいんやっていう、いつもねこうネタでちょっとお名前マッキーはいじったりしてたんですけども、まあそれがこんな形になるとは思ってなかったんですけども、まあ大事にね、まあ新学期はね特にお名前マッキー使うんでね、まあ大切に使っていければなと思います。本当にね今回たくさんの応募コメントありがとうございました。これからもねなんかこういう企画またねなんかみんなで筆箱の中身募集してそれを本当に使っていくみたいな企画またできればなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。